渦巻きナルト展。それでは物語の始まり始まり。忍者になる資格もねえガキだってことだよ。うっかーく、いざ尋常に勝負、勝負ったら勝負。ここでは俺がルールだ。分かったらかかってこい。よし、負けねえってばよ。まあそう殺気立つなよ。面白い成長したな、こいつ。
よ。どっちが強い？サスケとの決闘。へ、ずいぶん遅かったじゃねえの。俺とやんのビビってもう来ねえと思ってたのによ。あんまりはしゃぐんじゃねえよ、うすらトンカチ。俺をなめんなよ。ドベが吠えるな。俺は火影になるんだってばよ。相手になってやるぜ。頼むぜ、ガマオヤビン。
ってばよ。これでどうだ。ライヤー参上。おっちゃろうか。おちょっと手こずったってばや。俺ってば強くなってる。これが本当にあのナルトか。よっよっ。謎の刺客、霧隠れの追い人、ハク。お前、何者なんだってばよ。君には大切な人がいますか。僕は大切な人を守りたい。その人のために働き、その人のために戦い、その人の夢を叶えたい。そのためなら僕は忍びになりきる。あなたたちを殺します。俺だって俺の大切な人たち絶対傷つけさせねえ。よし、やってやるってばよ。できれば戦いたくはないのですが。スピードにはついてこられない。この術を使うことになる。爆砕氷床、恨まないでください。
後ろだってばよ。やるぜ。うっす、まっき。ナルト連弾。人呼んで、ハーレムの術。またお前はくだらん術を。夢をつかみ取ってください。お前とは他のところで会ってたら友達になれたかもな。ありがとう。よしょせん落ちこぼれは落ちこぼれだ。変わるなどしない。他人を落ちこぼれ呼ばわりするクソ野郎は俺が許さねえ。絶対勝つ。よし、負けねってばよ。人は決して変わることなどできはしない。クーマ手裏剣
応連団。人呼んでハーレムの術。まあお前はくだらん術を。鮮やかに勝つつもりだったのに。こいつバカな。お前みたいに運命だなんだ、そんな逃げ腰野郎には絶対負けねえ。よっ、邪魔をすれば殺す。お前なんかに俺は殺せねえよ。俺は本物の化け物飼ってんだ。化け物か。それならば俺もそうだ。俺は生まれながらの化け物だ。こいつの中に何かがいんのか。俺は俺以外全ての人間を殺すために存在している。何勝手なこと言ってんだてめえは。よし、やってやるってばよ。目が合ったやつは皆殺しだ。砂分身の術、終わりだ。グズが負けはいらない。ザーラが負けた。ザーラが負けた。うっ、マッキー。
ルト連弾。うわまたお前はくだらん術を、俺は絶対負けねえ。人は大切な何かを守りたいと思った時に本当に強くなれるんだってばよ。渦巻きナルト、こいつ一体何者だ。